はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ネモジュン TV です。ネモジュン TV でございます。はい、はい、今日はミョントンにまたやってきました。やってきました。はい、はい、今日は11月に入ってのちょっとミョントンなんですけども、はい、ちょっといつもと違うちょっとルートの方向で今日は見てみたいと思います。そしてね、うん、11月から、はい、まあ、宣言の方が解除されたということで、はい、まあ、飲食店などは通常の営業時間と人数で入れるようになりましたので、はいはい、そこら辺もね、うん、含めてどう変わったのかっていうところを見ていきたいと思いますけれども、はい、出ますか。出ましょう。はい、出ましょう。ネモジュン TV。 はい、早速なんですが、はい、カモメカバンさんの方は空いてますよ。空いてますね、はい、ここも昔リクエストがありましたね。はい、はい、空いております。はい、はい、では行ってみたいと思います。はい、まあ、やっぱりミョンドンっていうのはやっぱり外国人の方たちがよく来る、ね、うん、あの観光地っていうことだったので、うん、はい、まあ、様子の方はそこまで変わらないのかなと思いますけど。そうですね、まあ、本当にミョンドンも打撃が大きくて、まあ、左も見えますけどもね、はい、もう空き店舗が、ね、多くて。そうなんですよ、もう半分ぐらい空いちゃったんじゃないかとね、言われてますけども、まあ、大手のザラさんとかはね、はい、まだ営業の方をきちんとされてる感じですけども、はい、でナイキもそうなんですけれども、はい、こちらの方に移転したということでですね、はい、ヌーンスクエアの中に入っております。そうですね、ここのでかいビルですね。はい、ナイキってアメリカだよね。そうですよね、ね、うん、このエニスフリーのとこはねやってますね。上がカフェになってますね。はい、やっぱりここのね、あの化粧品通りっていうのがやっぱり全部あの空き店舗になってる状況ということで厳しいですよね、うん、厳しいね。ここの地高は空いてますね。空いてますね、はい、うん、だから本当に去年は本当にね、もう皆さん来れなくなって間もなかったので、まあ行きつけのお店とかね、すごく気になる方が多くて。そうですね、僕らもリクエストいっぱい回ったんですけど、まあ1年以上経っちゃったからね、こんな感じですね。そうですね、うん、まあ、正直ね、お店の方、まあ、皆さんが来れるようになった時にはね、やっぱりガラリと変わる状況になると思いますけれども、うん、そうですね、うん、新しいビルが建ったりね。そうですね、うん、まあ、ここあたり人がねいっぱいでも通れない状況だったんですけど、昔は ね本当にね。今何時かな。今ね、これ時計見たら4時35分です、ね、あ、まだ退勤時間にはちょっと早いね。ね、こういうものもね売ってます。飾られてあられちゃんとかありますよ。鬼滅の刃とかルフィとか、うん、やっぱりなんだかんだ言って日本のキャラクター有名です ね。あ、こっちか。じゃあちょっとメイン通りをいつもとは逆の方向で行きたいと思います。はい、はい、だってもう今車通れちゃうからね。ここ、そう、普通通れなかったからね、これ無理でしたよ、ね、バイクでも通るの大変だと思う。うん、あら、犬ってるおばあちゃんこっちに来たね。あれ、おばあちゃん移転しましたね。はい、やっぱ早いよね。はい、イカゲームの ね、うん、人形まで出てました。うわ、前の方なんかクリスマスツリーの準備してるね。あ、本当だね、うん、クリスマスの時はすごかったね、ミョンドンは。人がね、すごかった。本当に人でね、うん、溢れ返ってる感じでしたけど、そう、去年じゃないですよ、一昨年です。一昨年ですよ、はい、はい、いやだけどもうそろそろ韓国も、うん、その宣言が解除されて、はい、まあ、感染者の方は全然変わらないんですけども、うんうん、まあ、いい方向に、まあ、だんだんと、ね、海外の行き来もできるようになってきている状況でもありますし、そうですね、うん、さらに飛躍してね、うん、まあ、このまま感染者がいなくなる世の中になっていただければね、うん、一番ですけど、うん、ほら、あそこクリスマスツリーの、ね、ライトアップを木に、ね、やってますね。そうだよ、もう来月12月だからさ。あ、早いな、うん、ミョンドンのライトアップを取りに行かなくちゃいけないね。今年ももう2ヶ月を切りますね。切りましたね。昨年は確かジミンさんのなんか誕生日のなんかあったね、ね、飾ってありましたよね、うんうんうん、まあ、ミョンドの方もライトアップするということで、はい、
っち行ってみる。こっち行きましょうか。うん。ちょっとあまり通らないところをちょっと通ってみたいと思いますね。はいはい、ナンバーワン春木、ミョンドン最高って書いてありますね。どこですか、これがね。うん。うん、やっぱり開いてないね。開いてないですね。ここで全然閉まっちゃっててね。やっぱり日本語で書いてある看板のお店はやっぱりお客さん来れないから閉まってるね、うん、ここのスタイルカバンさんもね。ね、投げ売り専門だったよ。そうなんだ。うん、で僕らミョンドンいたけどさ、知らないお店いっぱいあるよね。そうですね、ここが有名なんでしょ、なんか。あ、ここね。うん、スタイルなんだね。ね、ピンク。靴屋さんも入ってるね、うん、ここあれですよ、猫カフェ。猫カフェですね。ここもお土産って書いてあるけど、ちょっと閉まってます ね、 ね、安くなかったら殴ってもいいですね。注目、あなたは今韓国で一番安いお店を中です。今は閉店時間です。この文章を写真撮って明日お店に訪問してたら素敵なプレゼントするかもよ。日本語がベリーグッドですね。うん、はい、すごい。これトゥキですね。トゥキ、はい、ね、トッポッキのバイキング。僕らは前トンダイモンの方で行ったところですね。そうですね、はい、こっち行ってみますか。はい、はい、やっぱりなんかどこの店舗もそうなんですけど化粧品、うんうん、厳しいですね。厳しいですね。ここはもう店舗ですね。はい、ここもね、なんとかなんとかっていう小物ってあるお店があったんですけど、あそこですよ、あれですよ、あなたがね、忘れちゃったな、ね、忘れたでしょ。 ABC マートじゃなくて、そうそう、 ABC マートの隣にあるんですよね、向こうの方はね。あなたかな、もう最近すっかり忘れやすいね。もう年取ったってことでしょう、ね、そういうことかな、うん、まあ、とにかく人気の小物のお店があったんですよ。はい、はい、いや気持ち悪い、思い出せない。そうですね、はい、ミョンドン餃子さんです。あ、やっぱりミョンドン餃子はね、人気ですよ、うん、やっぱり根強く頑張ってるところは飲食店かな、やっぱり。そうだね、やっぱり韓国人が来れるところですね、うん、韓国人に人気の飲食店がやっぱり、はい、ほら、ここでね、あのイカゲームのお面買ったんですよね。そうそう、うん、確かいくらだったかな、7500ウォンぐらいじゃなかった、ね、7800ウォンぐらいした気がする。だから日本円で800円もしなかったですよ。マスク、あのマスク脱いだ時の顔はすごかったからね。そうね、もう一度皆さんにお見せしますね。はい、どうぞ。はい、はい、はい、やめてください、この顔はもう、はい、なんか結構衝撃的でしたね、あれはね。ね、はい、すごかったよ。まさか私もあんな顔になってると思わなかったからね。結構似合ってましたよ。どうですか、うん、いやすごかったよね。ここね、あのキンパのお店、はい、移転しましたね、うん、ここは相変わらず人気なんですよね。うちの家族も好きみたいですよ。あ、そうですか、うん、ここもコーヒー屋さんができてるんですよね、うん、変わっちゃいましたね。まあ、H&M はそのまま営業してる感じですね、うん、ここが変わらないですね。まあ、だいぶね、店も変わったりね、空きになってたり。そうですね、うんうん、ここのとんかつもね、僕らよく来たんですけどね、開いてないですよね。もうやってないですよね。ここのバラのね、あのアイスクリームね、もね、もう片付けちゃってますよ、うん、はい、うん、結構バラのアイスクリーム持ってる人多かったですからね。多かった、人気あったよね、はい、大通りに出てきましたけれども、じゃあロイヤルホテルの方向ね、ミョンドン西路でね、はい、では前の方行ってみましょうか。はい、ここのブリンブリンさんは開いてますね。やってますね、オープンになってます、うん、いやだけどだいぶ冷えるようになりましたね。ん、冷えるようになりましたね、うん、やっぱり朝夕はね、ちょっと寒いよね。寒いね、うん、うん、新世界トッポッキね、これもうパンしましたけど美味しかったよね。美味しかった、ニンニクがよく効いてて、うん、
結構やみつきにあるな味でしたね、うん、結構お客さんいますよ。もしかしたら人気ですよ、うん、のりのりさんはやってないね相変わらず。もう空き店舗になってますよ、うん、ここも来ましたね、うん、サンゲタンね美味しかったね、うん、サンゲタンはやっぱり冬の季節食べるとすごい温まって美味しいですね、はい。まあ、夏はねうなぎの代わりというか日本ね、そうですね、需要競争で、うん、まあ、朝鮮人参も入ってるし、はい、栄養たっぷりなので、はい、需要競争にいいですよね。スカイパークセントラルホテルはねやってますよね。やってますね、うん、にもやってますね、スカイパークに、はい、ここの小道突っ切りますか。はい、めっちゃ、まあ、大きいカフェができまして、では家路プンシクの前を通りましょう。はい、ヨンドンハルモニクックスもやってますし、家路プンシクもやってるでしょうね、はい、ここねずっと開いてなかったからやめちゃったかと思ったけどやってますね。よかったね、うん、ここね、ここも僕1回だけ来たことあるんですよ、うん、はやってます。でここもお客さん多い時ってすごい道まで並んで食べてる気がするね。そうそう、うんうん、はいはい、ここに鳥出てきました。はい、ではじゃあチキン鳥の方に行ってみましょうか。はい、テハンコプチャンですね。ここも昔来たね、はい、来ましたね、お昼とね夜とね。モデンコプチャン美味しかったな。美味しいです。ここも右に入るとねチキン通り、はい、僕らもよく食べに来ましたね。来ました、来ました。ここでねチキン買ってモッパンもしましたけどね。しましたね、うん、まあ今の時間はまだ早いので、はい、まあ、これから、ね、お客さんバーッと増えてくるんじゃないかなと思いますけれども、はい、ネモさん何が一番好きですか。これオッパダック好き、好きですね。僕もオッパダックかな、うん、この間ね会った留学生の子たちは DHC やったね、うん、DHC だね、それが好きだって言ってましたね、DHC 式チキン の、 このカスムサルが美味しいんですよね、うん、あ、これバサバサチキン本当ですか、うん、もう、あ、食べたくなってきちゃうね。カスミサルだから胸の肉ですね、うん、いいね、うん、ダイエットにもいいし。そうですね、うん、お、これベントレーやない、ね、すごい高い車です。おまあここあたり久しぶり通ったね。そうですね、生金箔もね右側にありますし。そうですね、うん、では左行きましょう。はい、この左のミョンドントンカツ好きなんですよね。ここも美味しいですよ ね、 ね、うん、日本のトンカツ屋さん的な感じで。そうそう、これねトンカツ鉄人の店だったよね。あ、テレビも出てるんだ SBS で。テリーと SBS もテレビ出てるんだね。ああ、テレビね。すごいなんかね昭和的なすごい作りなんですよね中が。そういうことですね。なんか一回行った時にね、はい、うん、で昭和って言ってももう昭和知らない人多いんじゃないかな。あ、そうかな、うん、僕ら昭和のね喫茶店とかね好きでしたよ。そうなんですか。喫茶店、喫茶店で待ち合わせとかしてたんですか、うん、待ち合わせはしてないんだけどそういう時代がありました。なんか父母の時代なんか喫茶店で待ち合わせしてね、うん、携帯電話とかもないからさ。そっか、うん、なるほど。この前ここのチキンでさあの買ってライブしたよね。あ、 BBQ ね、ね、うん、そう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 。なんか店長さん出てきてさ、うん、計算の仕方が分からなかったみたいで結構あ時間かかったよね。そう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 、うん、ああ面白かったな、うん、NJ があるね。はい、ここは頑張ってるね。そうですね、はい、まあ、ここをちょっと入ったぐらいまでが結構お店開いてる感じでしたけど、うん、
服屋さんね、その辺は服が結構多いんだね。ね、うん、そう、ここあたりから結構ちょっと寂しい感じになりますね。そうだよね。結構たくさん服屋さんとかねあったんですけど、ここも屋台とか並んでね、そう賑やかな感じでしたけど、ここなんかね、なんか準備してるよね。店はね、暗かったんだけど、なんか明るくなってますね。中に商品も入ってますよ、ちょこちょこ。あ、ね、まだ準備中だとは思うんですけど、うん、はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はちょっと11月入ってのミョンドンの、ね、様子を見てもらいました。はい、まあ、いろんな小道もちょっとね今日見てみたんですけど、はい、今こんな感じでございます、うんうん、まだまだ寂しいですけども、早く賑やかになったらいいね。そうですね、まあ、変わったこととしては11月からね、うんうん、飲食店の営業時間が通常に戻ったということで、はい、まあ、韓国の国内ではね、うん、外に出て飲食する人がすごい増えたかなっていう部分はありますけれども、うん、そうですね。だから飲食店はもう夜ね制限ないんで、うん、まあ、人が多いという感じでございます。このままね感染者が爆発的に上がることなく、うん、まあ、どんどん減っていけばいいかなと思います。はい、ということでミョンドンからお伝えしました。はい、失礼します。失礼します。さよなら。はい。